どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本のプロデュースや編集ライター養成講座で先生もしています。今回のテーマは初心者の企画書、ここがダメということで、よく初心者がしてしまいがちな企画書の失敗4つを紹介していこうと思います。あー、ここさえ直せばすごくいい企画になるのに、あるいはここが間違ってるからどれだけ頑張っても成立しないんだよねと、こんな風にですね、プロの目から見るともったいないなーって感じる方、初心者にありがちなミスをしてる方って結構多いんですよ。逆にここさえ気をつければすぐ脱初心者できます。やっぱりプロはこういったミスがないですね。本を書きたい方はもちろん、企画やライティングに携わる方全員に重要な企画の話です。4位、テーマがブレる。もうね、初心者さんの9割以上はテーマがブレッブレになります。最近気づいた企画のプロと素人の違いが、このテーマ掌握力なんですよ。どういうことかというと、僕があの企画の講師をさせていただいている宣伝会議さんの編集ライター養成講座があるんですが、運営の方とね、どうすればみんながより企画力を身につけられるか、実は毎回少しずつブラッシュアップしてるんですね。で、今回スタッフさんからの提案で、一度企画のテーマを指定してはどうでしょうかというふうに言われたんです。つまり企画のテーマをこちらが指定することで、受講生としては企画の内容を考えるのに集中できるじゃないですか。あ、これはいいアイデアだなと思ってすぐ採用してみて、そして気づいたんです。それがみんな企画のテーマがブレッブレになるということです。文章術というテーマでみんな企画を考えてきてねっていうふうに出題して、今みんなの企画を発表してもらったんですけど、結論ね、ほとんどの人が文章術の企画になってないんですよ。もちろん全く関係ないじゃなくて、文章と関係のある企画にはなってるんですよ、ほぼ 100% の方が。どういうことかっていうと、文章術といえばって考えた結果、メール術に着地しちゃったりしてるんですよね。メールは確かに文章ではあるんですけど、文章術というよりはビジネスマナーのそっち寄りのコンテンツだなと。メール術という言葉の入ったタイトルの本とか記事を見て読みに行く人って、メールの文章力がないんだよなって悩んでる人というよりは、メールの書き方がわからない、失礼なメールだって怒られたんだけど、どこを直せばいいかわからない、ライターの応募のメール送ったんだけど、なんで返事がもらえないんだ、こういった風にですね、やっぱりこう文章術というよりはマナーやコミュニケーションで悩んでいる方が多いですね。つまり文章術というテーマで取り扱うべきコンテンツがいまいち見えてないんですよ。テーマを理解し、そこからブレないようにする能力、テーマ掌握力がやっぱり低いんですね。言い換えれば、そのテーマの読者の悩みがよく分かってない、見えてないってことです。初心者の方は自分の考えている企画がどのテーマに属するか、要求されたニーズを満たすコンテンツになっているか、これらがブレないように気をつけましょう。3位、言葉がずれる。初心者っぽいなと思うポイントの第3位は言葉のずれです。言葉って実は界隈によって巧みに使い分けられてるんですね。この言葉の使い分けを間違うと、日本語としては正しいのに相手に響かない、同じことを言っているのに刺さらないといった現象が起きてしまいます。例えばダイエットの企画だとしましょう。ある編集さんが二度と太らない食べ方のような企画を出しましたが、なぜか編集部のみんなの反応はいまいちだと。何かが違うよねって気はみんなしてるんだけど、それが何かわからない。これって何がずれてると思います？ダイエットだから太らないとは合ってますよね。読者は当然太りたくはないはず。食べ方も OK ですよね。ダイエット本で食事とか食べ方の方がね、全然ありますから。二度との部分でしょうか。これもリバウンドという言葉は、ひょっとしたらバスケ以上にダイエットで使われている言葉ですから、これもやっぱり問題はないです。もうこんな風に一見間違いはないんですよ。結論から言うと、この企画を提案した編集さんってスタイル良かったんですって。だからね、言葉が太らないになるんですよ。でもダイエット本の読者さんって、自分では自分のことを太ってると思っていて、だから痩せたいんですよ。太らないじゃダメなんです。痩せるなんですよ。これじゃダメなんだよ、こっちは痩せたいんだよっていう心の叫びに気がついてないんですよね。このように考えると、ダイエット本界隈では太らないのパンチ力はやっぱり弱いですよね。痩せるの方が圧倒的に支持されています。太らない人の習慣とかって、ね、一見良さそうだし、興味も実際は湧くんですけど、やっぱりそれってね、太ってない人とか読者じゃない人の感覚で、当事者意識がちゃんとある、太って困ってる人っていうのはビフォーアフターがはっきり分かる痩せるの方を読みたくなるんですよね。こんな風にあの本屋さんの棚ごとにですね、こういう言葉多いな、逆にこういう表現はしないんだなっていうのがね、結構あります。ぜひ本屋さんに行って言葉のズレがないか勉強しましょう。2、ピントがボケる。企画書を読んでいて多いなっていうパターンに、とにかく長いっていうのがありますね。全体的に説明臭いと言いますか、本当に面白い企画だったら、長くてもワクワクさせられちゃうんで読めるんですけどね、そういうわけじゃなくて、ただただ抽象的というか曖昧なことが書かれてるんですよ。一言で言うと、どういうことって聞かれて答えられない企画書ですね。僕は企画の核をコンセプトと呼んでいて、書籍で言うとだいたい40文字から50文字で表現できるのがベストだと思っています。固有名詞とかのせいで長くなっちゃう場合も80文字までっていうのがね、マイルールです。
で、この企画のコンセプトが80文字を超えちゃう人はピントが合ってないですね。ボケちゃってるんですよ、企画が。自分の企画の何が面白いのか分かってないんですよ。分かってないから言い訳みたいな説明がダラダラ続いてしまう。昔円楽師匠に教えていただいたんですけど、説明するから面白くないのだそうなんですよ。もう説明してるものはすべからく面白くないと。面白いものは説明がいらない。一言で相手に伝わってしまうんですね。何が面白いの？何が違うの？何が新しいの？なんでこの人が書くの？こういった企画の核にピントが合っていたらバシッと伝わります。それが伝わらないで、長々と80文字以上で説明していたらピンボケしている証拠かなと。面白いという確信を持って勝負しましょう。1、読者が不在。読者不在、いわゆる魚のいない池に釣り糸を垂らす状態です。こんな客は今までなかった、ブルーオーシャンだっていう風にね、初心者の頃こそ思ってしまいがちなんですけど、そもそもこの池には読者がいないと。だから企画がなかったんだっていうことはね、とても多いです。例えば花粉症の本とかレーシックの本ってないですし、あっても売れないから返品されてやっぱりなくなるんですよね。なんでかっていうと、花粉症は本で買うってどうこうするより、ね、ドラッグストアで、ね、薬を買ったりですね、症状が重い人は病院に注射してもらったりして解決してますよね。そういう他で解決できるから本は別にいらないなっていうものって結構あるんですよ。あと基準として、本だけで問題解決できないものは売れないと言われています。リーシックとかね、やっぱり手術しなきゃいけないので、それは本読んでもできないですからね。だから意味がないと。逆に言えば、病院に行ってもなかなか治らない生活習慣病とか、やってもほとんどの人がどうせリバウンドしてしまっているダイエットとか、こういったものはやっぱり相性いいですよね、本当。でも本当に読者がいるかいないかなんてわからないじゃないかというご意見もわかります。確かに本当に未発見の金脈だったっていう可能性もね、ないわけじゃないですから。僕らもそれを日々探してますしね。ただそれでもやっぱりね、全く何にもないところに魚はいないんですよ。どういうことかっていうと、近い分野でたくさん売れてる本はあったりするんですね。つまり代替品として別の本を買っていたりする。するとそのニーズは本で満たしたい人がいるよっていう根拠になりますよね。そういう読者がいる可能性をどんどん発見していって勝負すべきだというふうに僕は思います。大体の企画でのね、ヒットが出る前には結構緻密な予測、希望新参みたいなものがね、張り巡らされていたりするんですね。実際のところ大抵はね、後付けの山間に見えますけどね。ご視聴ありがとうございました。よかったらもう一本見ててください。セミナー、対面相談、プロデュースは概要欄から。